さあこの状況を突破することができるでしょうか。起承転結の天に当たります第3クォーター、まもなく開始となります。後半戦はゴールデンファイターズのキックオフで再開する形になります。ゴールデンファイターズキックオフキッカー35番池田、さあ果たしてどのようなキックオフを見せてくれるでしょうか。対しますJスターズのリターナーは7番と33番が配置されました。7番はチームキャプテンの堀、33番は横田です。J スターズ対ゴールデンファイターズ、まもなく後半戦の開始です。後半戦はゴールデンファイターズのキックオフ、トライが続く J スターズのリターンになります。失礼しました。ゴールデンファイターズキックオフキッカーは15番です。15番の加藤が務めます。ジェスターズリターン、リターナー33番中央付近突破を図りましたが、ジェイスターズ二塁ヤード付近でオーゼット、この位置からの攻撃と変わります。さあまず後半最初の攻撃シリーズを展開するのはトライアクスジェイスターズとなります。ハーフタイムでその突破口を見出すことに成功することができたでしょうか。ボールオン自陣20ヤードからジェイスターズファーストアウト。さあまずクォーターバックはハンドオフオプションからキープしました。意表を突かれてカウンター気味に中央を切り込みましたが、ゲインは約2ヤードとなっています。しかし最初の攻め手をまずクォーターバックのランから展開しました。キャリーしましたのはクォーターバック13番の前田。ジェスターズセカンダウンエッジ、ボールオン自陣22ヤード。不成功。今度は左に展開したレドレシーバー11番へのパスでしたが、わずかにコントロールされパス不成功に終わっています。攻撃回数を1つ失ってサーブダウンに変わります。トライアクスジェスターズサーブダウン、ボールオン陣22ヤード。パスは成功している。ターゲット4番小用倒れ込みながら見事キャッチしています。しかし攻撃権更新になったでしょうか。審判の判定を出します。攻撃権更新です。ジェスターズファーストワイドレシーバーの見事倒れ込みながらキャッチしまして攻撃権更新としています。ジェスターズファースト取りました。ワイドレシーバー4番は水野。さあリセットしたファーストダウン、ここで再びクォーターバック自らキープとしました。何らかのフェイクを生かしまして中央を切り込みました。切り込み約3ヤードのゲインとしています。ジェイスターズセカンドダウン7、ボールオンは自陣28ヤードとなっています。今度はランニングバックに託しました。ハンドオフオプションで今度ランニングバック14番がギブしまして左フタックルを突破。
約4ヤードのゲインとしています。キャリア14番がキャリオ。ジェスターズサーランスイーボールオンはリギン36ヤード。14番中央突破、攻撃権更新です。ジェイスターズファスター再びハンドオフオプションから、今度はラニバック14番が中央突破しまして攻撃権更新です。クライアックスジェイスターズファスター、ラニバック谷奥、そしてクォーターバック13番の前田のコンビネーションがここでチームを引っ張っております。ボールオン自陣43ヤードからクライアックスジェイスターズファスターオプテン。からターゲットを探し、ワイドレシーバー11番にパスを投じました。これを11番ダイビングキャッチしまして約9ヤードのゲイン。見事パスキャッチしましたのはワイドレシーバー11番のヒルマでした。ジェイスターズ相手陣に入りまして、相手陣48ヤードからセカンダウン残り1ヤード。ファースター、クォーターバック13番パスを投じようと下がりましたがディフェンス判断からスカウト、相手の裏を突くように緊急発進のランプレー決めまして攻撃権更新です。トライアックスジェイスターズファースター、クォーターバック13番前田、ここで素晴らしいプレーコールが続いております。ジェイスターズ相手陣42ヤードからファースターオープン。ジェイスターズの好調だったハンドオプションに見事反応しました。32番クォーターバック13番を揃えましてゲインを2ヤードに止めています。ゴールデンファイターズ32番は原田。ジェイスターズセカンダウン8、ボールオンは相手陣40ヤード。不成功。ここでジェイスターズはスクリーンパス、ブロッカーをつけてレシーバーにキャッチアンドを図らせるプレーを展開しようとしました。しかしこれをゴールデンファイターズ見事対応しパス不成功に終わらせています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っています。さあまず後半最初のシリーズ、ジェイスターズが素晴らしいハンドオフオプションを展開しまして相手のディフェンスを翻弄しながら相手陣に入ったところにあります。しかしここに来てゴールデンファイターズも対応をし始めています。さあこの攻撃シリーズどのような結末となるでしょうか。
試合再開となります。トライオックスチェイサーズサーダウン8、ボールオン相手陣40ヤード。クォーターバック13番パスによってトップを図りましたが、ディフェンスカバーがつくスクラム、しかしこれもゴールデンファイターズ対応しまして、フォースダウンとなります。藤井さんが大変白熱した試合となっています。さあフォースダウンでパントフォーメーションを選択していますが、ここでホイッスルが鳴っています。オフェンスの反則がありました。フォルススタート、揃ってスタートを切っておりませんでした。オフェンスチームは1秒間静止し、揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体し攻撃やり直しとなります。従いましてトライアップスジェイサーズフォースダウン8となってのパントフォーメーション、ボールオンは相手陣40ヤードとなっています。このパントは外へ切り出しまして、ゴールデンファイターズゴールデンファイターズ10ヤード付近からの攻撃と変わります。さあまず最初のジェイスターズの攻撃はパントという形に終わりました。そしてその返す形になりますゴールデンファイターズの攻撃に入ります。ボールオン自陣10ヤードからゴールデンファイターズファーストダウンテ、ナイスファースト、ここでまず最初のプレーをランデーとしました。ゴールデンファイターズランニバック42番ハンドを受けて自らの体育を押し出すセカンドエフォートにより一気に攻撃権更新としています。ゴールデンファイターズファースト、素晴らしいランを披露しました。ゴールデンファイターズ42番は門田。ゴールデンファイターズファーストダウン10、ボールオンは自陣28ヤード。さあこの判定はどうなるか、パス不成功です。パス不成功の判定となりました。クォーターバック7番プレイアクションから右にオープンへのネイキッドからのパスプレーでしたが、ターゲット見つからずパスを投じた、パスは成功です。あわやインターセプトという非常にリスクのある状況でしたが、しかしパス成功に終わっています。ダウン1つ失ってゴールデンファイターズセカンドダウンに入ります。ゴールデンファイターズセカンドダウンテ、ダウン1訂正します。ボールオンは自陣18ヤード。ファースト、今度はクォーターバック7番自らキープしました。左方向に展開しながらそのまま縦へ切り上がって攻撃権更新を果たしています。ゴールデンファイターズファースト、クォーターバック竹内その走力で状況を打開を図っております。ゴールデンファイターズファースト10、ボールオンは自陣43ヤード。
左クォーターバック7番ハンドオフオプション素晴らしいフェイクで左オープン駆け上がりまして一気に9ヤードのゲインとしています。再びキャリアはクォーターバックの7番竹内でした。ゴールデンファイターズセカンドアウトプリーチャードボールオンは相手陣48ヤード。不成功。ここでパスプレーを挟みましたがこのパスは不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣48ヤード。さあランニングバック99番の突破力にかけましたがこのランプレーどのような判定決まるか。攻撃権更新かかっておりません。フォースダウンと変わります。ここでゴールデンファイターズはバーフレットに攻撃権更新を図りましたがしかしこの攻撃をベイスターズ阻止しています。フォースダウンとなりました。ゴールデンファイターズどのようにするか。フォーメーションを変えました。パンクフォーメーションを選択します。このパントをコントロールよくジェイスターズ陣10ヤード付近での攻守交代となります。双方ともに攻撃後半最初のシリーズはパントという形になりました。しかし陣地を大きく相手に返す形で双方とも譲らずといった戦いになっております。さあ再び自陣深い力ですが攻撃に入りますとはいうアクシスジェイサーズ。ボールオン自陣9ヤードからジェイサーズファーストダウン10。パスを投じようと見えましたがその隙を見計らってゴールデンファイターズ6番が QB サック。パスを投じる前にロスと変えました。見事 QB サックしました。ゴールデンファイターズ6番は上原2ヤードロスとしています。従いましてベイスターズセカンドアンド12ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりましてトライアクシスジェイサーズ0点ゴールデンファイターズ0点両者無得点のまま最終クォーター第4クォーターに入ります。